車は欲しいけどカスタムもしたいしな。でも予算がな。お前何ブツブツ言うの？後ろに聞いてたら無理や。何ブツブツ言うの？おみさび。いや、バイク買おう思てるんですけどね。バイクのことやって俺任せんかい。単車構造やって40年。でもノーマルは嫌やからカスタムもしたいんですよ。お前金持ってんのか？新車買うってカスタム言うたらよ、だいぶかかるぞ。まあ、お前まだな、まだまだこれ黒人やから。はい、どっちか言ったら、そうやな。俺がよう勧めるのは、今までないアドバイスできないけど、はい、中古車をな、程度のええ中古車をオークションとかで落として、それでカスタムする。カスタムのパーツも新品もあれや中古もあって。ありがとうババッチ。なあババッチ、はい、新車もええけど新車って個性ないからさ、はい、まあババッチのとこもこのスキッシュも落としてくれんねん。結構安く落とすんですよ。あ、そうなんですか。オークションだからその手数料だけでええわけやん。だからそのままやったらまだほら程度の良しあしあるんで、そこからレッサーしていくわけ。どっちみち整備すんねんから新しいパーツつけてな。そうですね、自分らしさみたいなの作っていくのが、ね、バイクのやっぱり醍醐味やからさ。新車なんかはさ、それくらい思うで。うん、まだまだ中古ですか。お前中古バカにしてるな。お前新車と変わらんような値段で、まあ排気量も大きなったりスペシャルなバイクになるわけよ。ほんで別になオーバーホールとかしてるわけから、そういう駆動系は結構新品にするわけよ。摩耗系とかも世間があっと驚くような、おー渋いなあいうようなカスタムできるんちゃうかな。うん、あんたさんこっちは。どうも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 はいはいはい、この人僕らのチームのチーフメダリー紹介します。ちょっとなんか相談乗ってくれる？あ、そうですか。はい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 。なんかバイク悩んどんねんけど。あ、そうです。そうなんですね。ちょうどいい出物があったんで引っ張ってきたとこなんですけどね。え、何引っ張ってきた？GPZ900R なんですけど。忍者？はい。お前忍者どうやねん。忍者ですか。うまっ。覚えらんのは勝てたもん。1985年。はい。俺がまた初々しい頃、トム・クルーズが乗ってたんや、トップガンで。忍者を、はい、今のスーパースポーツとかに同等に走れるようなカスタムってやっぱり可能なんかな。ああ、十分できますよ。お前、そらかっこええねん。でも、中古でしょ。お前、バカにしてるな。この人の忍者、お前鈴鹿で優勝すんねんね。180万人出せない忍者で。そうですか。俺はもうあれ、あの忍者に最初見た時にひっくり返ったもん。君もトム・クルーズになれるからって。坊主のトム・クルーズもな、持ってもええかも。ちょっと見せてもらえ。はい、ちょっと見せてもらえます？はい、ちょっと車の中あります。お前、俺の言うことに間違いないって。忍者かっこええの、サイドカムチェーン量は。おお、ええよ。綺麗ね。ちょうどいい出物があったもんで。綺麗に持ってはったよな、これ。そうですね。いや、いいやん、いいやん。これ期待できそうやん。え、これは持ち帰りだ。ちょっと中古で。来た。そうです。やね、あのな、一人ちょっと知り合いがおって、はい、国際 A 級で8体出場20回、はい、中井直道言うて、元ほらチームしんすけの、はあはい、ライダープロライダー、あープロ、はい、国際 A 級、はい、うん、でスクールとかもやってるから、あ、そうなんですか。評価できるからバイクの、はい、まあ、バイク乗ってみれば分からへんから ね、 そうですね。外見はものすごいええけど、はい、ちょっと乗ってもうて、はい、もう今から電話するわ、はい、もうこうも鼻も近いし、シーコーもあるし、はい、ちょっとインプレッションしといて、それでよかったら決めようや。もうマブやから。あ、そうですか。で、作っていくのにも
このままであかんのよ、はい、こっからね、そうですね、やっぱりディメンションも、まあ、ちょっとツアーラーっぽいからね、そうですね、でほら昔のバイクっていうタイヤ太いやろ、そうですね、これが変わっていくのよ、まあ今から計算するから、はい、うん、パーツ変えなあかんから、はい、ええやん、でもちょっと乗ってこいやん、はい、行こう行こう、はい、行きましょう。というわけで、プロライダーの中井さんに試乗してもらいましたけれども、この忍者どうでしたでしょうか。はい、ね、もう10年ぐらい経とうとしているこの、まあ、A11 なんですけども、この忍者、まあ状態がそんなに悪くないし、うん、まあ、各部いろいろ、まあ、整備とかそういったレベルではちゃんとした方がいいなという場所はいくつかありました。エンジンに関しても別に問題ないですよね。音も出てませんし。そうですね、ね、結構強いエンジンなんで、うん、いいと思います。ただキャブがちょっと、まあやっぱり中古車ということで、街道をね、パッと開けるともうゴボスイという、うん、ちょっとその辺が不調ですよね。まあ要はオーバーホールとか、そういったことをすればいいんですけれどもね。はい。あとそうですね、まあ車体に関しては、まあサスペンションで、足回りに関してはですね、フロントフォークも、まあ、状態悪くないです。結構見た感じもね、錆びてるわけでもなく、いいな、中古。でオイルシールがね、うん、オイル漏れもないですよ ね、 そうですね。だからまあ状態はいいと思うんですけれども、やっぱりなんていうんですかね、乗ってみたらもうオイル下手ってるんですか。もうそうですね、オイルも下手ってるし、まあ、昔の設計なんで、まあね、そうですね、だからなんかもうあまりこうダンピングも効いてなくて、もうなんか奥の方で来ますんで、リアに関してもね同じですね、まあ、このままの状態だとすればもうきっちりとオーバーホールしていただきたいなというところです、はい、まあミッションはしっかりと、で、ね、この辺ミッションって結構要ですよね。そうですね、ね、うん、ギア抜けとかね、はい、アフニュートラルも別にないですし、はい、ただちょっとニュートラル入りにくいですよね、はいはいはい、うん、そういうところがちょっと気になったりも、しましたけれども、うん、あとよく忍者なんかはね、シラジュの非常にあるバイクなんで、なんていうんですか、シャフト系なんかもするし、はいはい、うん、あの辺のベアリングとかね、よくちょっとガタが出るとかね、言うんですけど、リアに関しても、リンク周りでね、よくガタ出るとかよく聞くんですけど、まあ、その辺もまあこの、車体に関しては大丈夫なような気がします、はい、で、一番乗って怖かったのはタイヤですタイヤも、中古車ということで、はい、それなりの年数が経ってるみたいなので、この辺もちょっとシャキッとしたいいタイヤをつけていただけたら、ね、まあ非常にこうベース車としては程度のいいこの A11だと思うんで、うん、この中古車を触っていくっていうのは、楽しみですよね、うん、どうですか検討してみます絶対おすすめですよ、これを触っていくというのは、はい、はい、楽しみですよね。そうですね、はい、もうそれね、ね、もう安藤さんに、ね、お任せして、多分いい仕上がりになるんじゃないかなと思います。はい、安いなこれ。あ、おかえり。いや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 、どうやった？どうやった？やっぱプロのライダーは違いましたね。違うよ。はい。お前伊達にお前20年も出てないから8台。20回ぐらいで。まあでもプロのライダーですからね。僕が乗ったらどうかっていう、まあカスタムしてもね。それをだからカスタムないよ。安藤さんにそれは教えられてんけど、忍者なーって僕も前は言うてたんやけど。あのバイクが一番だからいじったら変わるよ。うん、そうなんですね。そうですね。もう一つ一つ変えるとその分効果がはっきり分かりやすい。ほんまかと俺思ってて。
な、ほんで鈴鹿で見たわけや。さっきと何回か見たわけや。直りも一緒に行ったし。行きましたね。どんだけいう感じやろうかな。でもね、新品じゃ無理。新品じゃ無理だよ。ここで知恵使って、程度、中古パーツをね、それでそれをリペアして、ここが知恵。だってフロントフォークとな、リアのフォーク変えただけで、ちょっと新車変えるやん。ちっちゃいバイク。でも、それぐらい値段するのは、それぐらい効果があるってことや。それともブレーキ、ストッピング。でも、パッと見は分かれへんやろ、足回りお金かかってても。乗ったら全然違うから。そこでまた大事なのがホイールなんだけどね。そうですね。これも高い。ホイールとフォークとブレーキのとこがちょっと今回、なんぼどうさまるかな思ってんけど。はい、予算大丈夫ですか。ここは任せてくれ。ただ、炭造マグネシウムとかみんなよう言うけど、中国で市販車はな、アルミの方がええねん。粘るから。サーキットみたいなとこやったらええけど、お前、穴ここボーン一本分かれへんやろ、ダン、ボーン、ボーン、ボーン、そんな時に硬かったら割れたりするからな。アルミの炭造やったら3分の1ぐらいしねえな。ああ、そうですか。うん、ええなった。で、エンジンは、フルチューンとかしたら逆に、お前はまだ国際永久とちゃうから、多分乗られへんと思う。ただ、ノーマルで焼き付けた時用とかね。そうですね、オーバーサイズのピストンなんで、またこれ焼き付いた時で、そこをちょこちょこっといろんなことしてくれて、ノーマルながらに、うん、こう、トルクなるか。でもそれも結局な、組み付けがここのある人が組み付けたら、エンジンでポッと変わんの。普通、ラインのおばちゃんがこうやって組んでるやろ、オーバーの。うん、そんな地方ってやっぱりチューナーが組むとタイミングときちっとるから、え、これノーマルかと思うならびっくりするやろ。ただな、キャブは FCR つけてほしいの。やっぱ見た目も大事やからね、はい、うん、やっぱりそうですね。4連の FCR やっぱり強力やもんね、かっこいいもんね、すごいすごいね。うん、でいろいろ計算するとやな、はい、ここは安藤さんにも泣いてもらわなあかんとか言うけど、頑張ったら、まあ、150万以下でなんとかなりそうや。で、今あの杉下さんにローンどうやったらなんとか通りそうやから。ああ、そうですか。いけるぞ。絶対ようなると思うな。あと大事なとこ行ったらどういうとこですかね。あと、そうですね、タイヤとかその辺も結構重要な、ね、重要やね、やっぱ足回りね。で、ここは譲られへんのは色はかっこよいでしょ。見た目、バイクは見た目、いや乗って速いのは大事だけど、見た目ぶっさかったら、そうですね、乗るまで行けへんよ。な、そうですね、かっこいいです。メラ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 来てさっきからさ、もう出来上がってきたからこの魂を、ソウルオブ川崎忍者、はい、もう君に授けよう、これもうちょっと頑張ってくれ。どうや、わかりました。じゃあもう2人にお任せします。そうやろ、新車より栄光中古車ができんねんから、はい、そういう、うん、そういうな、こっからが僕らに任せると腕の見せどころやから。そうですね、うん、ええー、でーやっぱオリジナルっていうところをね、はい、大事にして乗りやすい、ノーマルより乗りやすい、使いやすい、そして世界に1台しかないバイク、そうです、これよ、はい、もうお任せします。そうやろ、じゃあ頑張って、僕ら作るから、はい、待っといてくれ。君はちゃんとローンをちゃんと払えるように頑張って払えてくれ。はい、お願いします。ダンドさん、僕はちょっと頑張って、これから世話かけますけど、はい、お願いします。よろしくお願いします。またまた新しい企画が決まりました。中古忍者カスタムへの道、第2回はエンジン編、第3回は足回り編、第4回マフラーステップ編、第5回ブレーキホイール編、そして第6回完成試乗インプレッション、完成向けてどんな苦労や困難を、スタッフが乗り越えていくか、はたまた、森谷君のバイク人生はどうなるか、このバイクを得て彼は幸せになるんでしょうか、お楽しみによっ。